エデンの園は美しい場所でしたが人間はそこで何もしないで遊んで暮らすというところではありませんでした神に作られた人間は優美で金星の取れた体と高い知的能力と神のことを理解できる力を与えられていましたそしてこれらの能力は固定したものではなく適当な活動によって成長していくことができましたこの成長の可能性は無限の神に近づいていく可能性であり 日ごとに新しい知識と新しい経験に成長していくことは人間の限りない喜びであり希望でもあったのですエデンの園は公害などのない素晴らしい自然の環境でした現在でも自然は人間の心に大きな影響を与えます自然は人間の心を豊かにし幻を与えてくれますエデンの園は最初の人間に与えられた学校でしたそこで神より知識を受けるところであり また、実生活の場でもあったのです。自然は神がお作りになったので、神の性質を表していました。昔、アブラハムは天の星を眺めて、神の全能を信じました。一枚の木の葉でも、一,枚ので花で一輪の花でも、神の無限の知恵と力を表しています。アダムとエバは自然について学び、創造者である神をより深く理解することができましたまた。 直接神と交わることによって彼らの品性は成長していきました私たちの生活においてもいろいろな人との出会いによって自分の生活が変わるような経験があります人生の新しい理解に導かれたり人間のより深い意味を発見したりしますしかし人間にとって最も素晴らしい経験は神との出会いですここには有限なものと無限なものとの接触があり限りない成長があるのです また人間の成長は活動から来ます神は人間に責任を与え有用な仕事を命じになりましたそれはこのその耕し守るということでしたここに人間の生活と教育の原型を見ることができます人間はこのような生活の中に尽きない喜びと生きる意味を見出すことができたのですエデンの園に善悪を知る木という特別な木がありました この木について創世紀2章1617節に主なる神はその人に命じて言われたあなたはそのどの木からでも心のままに取って食べてよろしいしかし善悪を知る木からは取って食べてはならないそれを取って食べるときっと死ぬであろうとありますエデンの園で人間は全く自由でした人間は自由に選択することができる意思を与えられていました それによって彼らは責任を負うことができたのです。人間が自分で考え想像することができたのは神の性質の写しでした。人間は機械ではありませんでした。今日も人間はこのような能力を持っていて深く考え正しく行動する能力は人間の価値を定める土台です。教育はただ知識を詰め込むのではなくはっきりとした考え方とたくましい行動力を持った人間を育てることが大切です。 しかしこの思考力や行動力にはその基準あるいは方向を定めるものがなければなりませんこの宇宙は神がお作りになり神の性質を反映していますこのことは自然界においても精神の世界についても言えることですその具体的な表れが自然の法則であり実界なのですこの宇宙は神の性質から出た法則という枠組みの中で存在しているのですそれを承認し それに従わなければ存在することができませんアダムとエバのエデンの園における生活も神の法則を認めこれに従うことなしには継続していくことはできなかったのですそのことを具体的な形で表していたのが善悪を知る気でしたその身を食べてはいけないというのは神の権威を認め神に服従することを意味したのです光と闇が対立 し両立することができないようにこの宇宙には神の基本的な性質に反するものは存在することができませんそのことを認めてそれに調和していくことが人間の生存の条件であったのです創世紀3章にこのような人間に起こった誘惑の記事が出ていますさて主なる神が彼ら作られた 野の,の生き物のうちで、蛇が一番賢かった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。蛇は女に言った。 あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。女がその木を見るとそれは食べるによく、目見る目に美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、そこまた共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。善悪を切るし 知る気は人間の神に対する服従のテストでしたまた善の知識は人間に余すところなく提供されていたのですが善を知ること悪を経験することは人間を不幸に陥れるので知らされていなかったのです罪とその結果である苦しみ反問失望悲しみ死というような経験は人間から遠ざけられていましたこれは人間に対する神の愛の配慮です 神は人間の完全な幸福を願いそれを得る道を示しておいでになりました誘惑者は「園にあるどの木からも食べるなって本当に神が言われたんですか?」という神の指示に対して不信の念を抱かせるような言葉で近づいてきました神の愛は神のお作りになった自然界にも聖書にも現れています太陽と雨と新鮮な空気は 美しい自然を作り生物の必要を満たし幸福と喜びを与えます。よろずの者の目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時に従って彼らに食物と与えられます。あなたは御手を開いてすべての生ける者の,の願いを明かせられます。と詩幣の記者は書きました。新約聖書には天の父は悪い者の上にも良い者の,の上にも太陽を昇らせ正しい者にも 正しくないものにも雨を降らしてくださるとあります。また、2羽のズメは1アサリオンで売られているではないか。しかも、あなた方の父の許しがなければ、その1羽も地に落ちることはない。また、あなた方の頭の毛までも皆数えられている。それだから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。とあり、神の愛に満ちた配慮は、 全宇宙に及んででいるのです。私たちがその神の愛に信頼して神に従ってゆくならば私たちの心は平安で生活も安定してきます神の愛とその知恵を疑わせようとするのは常に誘惑者の取る手段ですエヴァが善悪を知る気についてこれを取って食べるなこれに触れるな死んではいけないからと神は言われましたと答えると誘惑者は「 あななた方はは決しして死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのですと言いました誘惑者は善と悪の混じった知識や経験が人間を豊かにするものだとか神がこの木の実を取ることを禁じておられるのはより大きな幸福を与えようにしておられるのだということを エバに信じさせようとしたのですこうした考えはいつの時代にもありました。神の命令に従うか、神と独立して行動するかということはいつも誘惑の基本にあります。エヴァは神に対する信頼を捨てて、神に反逆する道を選びました。これが人間の犯した罪の初めとなったのです。アダムとエヴァが犯した罪はいろいろな影響を与えました。善悪をを知る木の実を食べた時 エヴァもアダムもこれまでより高い存在状態に入ったような気がしました。しかし間もなく彼らの心は罪を犯したことを意識して恐れを感じました。周囲の空気も急に冷たくなったように感じられ、心の中に宿っていた平和と愛はなくなり、罪の意識と未来への不安、心の空虚さを感じるようになりました。神がエデンの園を歩き回る、歩かれる音を聞いたとき、彼らは、 そのの木の中に身を隠しました今までのように喜んで神の前に出ることができなくなりました神は罪を犯した人間にあなたは罪あなたは顔に汗してパンを食べついに土に帰るあなたは地から取られたのだからあなた方は塵だから塵に帰ると宣告なさいましたそして死が人間の運命となったのです死はアダムの子孫に遺伝してすべての人間は死ぬものとなりました 今までは苦しみではなかった仕事や労働は苦痛や疲労を伴うようになったのです。エヴァに対しては私はあなたの生みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるであろうと言われました。この時以来苦しみの生活が人間の運命となりましたがこれは罪の滅びと堕落から人間を回復する手段の 一部として人間に必要な訓練となったのです。エデンの園には命の木があって、その実から食べることによって、人間は永遠に生きるように作られていました。しかし死を宣告された人間は、その日以来命の木から遠ざけられ、エデンの園に住むことができなくなったのです。それでも初めの人間は、現代の人よりはるかに長い命を持つことができました。 罪の結果は自然界にも現れてきました。今まで自然は神の愛と性質を表していたのですが、罪が入ってからは悪の性質も表すようになり、人間は自然を通して神の姿とともに罪の結果に対する警告を受けるようになりました。花はしぼみ、木の葉は散ってゆく自然の姿の中に、やがて衰えてゆく自分の姿を見て、 すべての生物はやがて死ななければならないという厳しい現実を見るようになったのです罪は神に対して言いつくすことのできない痛みを与えました純粋な強い愛に対する裏切りほど心を傷つけるものはありません神は滅びに定められた人間に救いの道を開きになりましたこの救いの計画は聖書が私たちに告げようとしている中心のテーマです エデンの園で神は、死に定められた人間が再び希望を持つことができることをお告げになりました。アダムとエバは絶望状態に置かれたのではありませんでした。ここにも神の深い愛を見ることができます。王党息子に心を痛める父親のように、神は神を無視して神を離れていった人間をなお愛し、救いの道に導こうとなさいました。 イスラエルに対して与えられた次の言葉は死に定められた人間に対する神の御心をよく表しています。エフライムよ、どうしてあなたを捨てることができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを渡すことができようか。どうしてアデマのようにすることができようか。どうしてあなたをゼっぽいものように扱うことができようか。私の心は私のうちに変わり、あなたの哀れみはことごとく燃え起こっている。 ホセア書11章8節エフライムとイスラエルはいずれも神の民アデマとゼッポイムは昔神によって滅ぼされた町です主は遠くから彼に現れた私は限りなく愛を持ってあなたを愛しているそれゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきたエレミア書31章3節 神が人間を再び元の状態に返してくださる救いについて、自然界もこれを語っています。木の葉は枯れて、落ちてもまた新しい葉が出てきます。花はしぼんでも、神はまた新しい花を備えてくださるように、罪に汚された世界も、死に定められた人間も、再び回復の道があることを示しています。そこに神の招きがあり、人間の希望があるのです。